どうも、赤茶屋です。今日はですね、あいにくの曇り空でちょっと雨降っているんですが、まあいつもの日常 Vlog のような形でやっていこうと思います。今日は奥さんと奥さんのお母さんと僕の3人でですね、まあ市内の観光地ぐるぐる回ろうかなとか思って、もしかしたら唐戸のですね、海峡館水族館の方にも行くかもしれないので、まあそのあたりも楽しみつつ今日1日行ってみたいと思います。はい、ということでね、唐戸の方到着いたしました。今ちょうど船が出発しようとしてます。で、あれがね、海峡館です。向こうが北九州市、九州ですね。まあこんな感じのところに今います。でも天気もね、雨ね、ちょっと止んだので、もしかしたら回復してくるかもしれない。今船が唐戸からずっとね、あっちの北九州市の門司港のレトロまで出発しようとしてます。今ね、出た船はどうやら門司港のレトロじゃなくて、巌流島の方、武蔵と小次郎の巌流島の方に行ったっぽいですね。やっぱりね、平日のね、唐戸市場めちゃくちゃ空いてますね。土日とか、この前のゴールデンウィークとかすごく多かったみたいで、平日の唐戸市場最高。お昼はね、このカフェ&バー9、こちらで食べようと思います。前これ食べたことあるやつ。ああ、これね。ここがちょっと跳ねる。いやで、オール中、結構夜中結構雨降りよったんや、今ですね、奥さんとお母さん先にあっちの海峡館の方行ってもらって、車の方ですね、別の場所に移動しました。まあ、そんな感じで、まあ、天気もね、まあ、なんとか持ちそうな感じですね。久しぶりの海峡館、楽しみです。そこにいる。お、こけそうになる。またこけるかもしれない。2時、おお、すごい。あ、これはなかなかの大群やね。これ何？イワシか。イワシ。イワシの群れ。すごい。おお、すごい大きい。下にいるじゃん、これ。そうよ。知らなかった。うん。見た瞬間、ぎょっとしたもん。本当？ぎょぎょ。水族館だけに。フグがトラフグ。これはどうなってるのか。休憩中かな、これ。おでっかいな、あれ。
マンボウが正面すごい正面今正面顔基本口開いてる中でなんか閉じたりしてるあはっきりした顔立ち目鼻立ち目鼻立ちはっきりしてるシロナガスクジラの骨格おお高いねここすごい高いここはい、ポーズ。あ、すごいでかい。これはむちゃくちゃでかいね、これ。どうなってるの？毛が抜けてるね。毛はい、抜けてる。生え変わるんじゃない？それどういう状況？怖い。うん、おドキドキした。ここからよく見える、うん。ちょうどこの境目で。いるよ。はい、いた。でしょうね。普通になんか雨降ってきてる。すごい波が強いように見えるね。いる？見えんね。見えんね、ちょうど。寒いね、今日ね。でっかいでっかい。本物。久しぶりの雨降り。なんか止むと思ったら全然止まなかった。で、とりあえず車を取りに行きます。はい、ということでね、久しぶりの雨です。走ったらめちゃくちゃきついですね。息がキレキレでございます。ということで、先ほど海峡下の方に行ってきて、イルカのショーだとか、魚とか、マンボウとかもいましたね。あと、ペンギンだとか、いろいろ見てきました。まあ、こういう風にね、地元の観光地巡るのもやっぱりいいなっていう感じで、今日はですね、終わりにしたいと思います。まさかね雨降ってくるとは思わなかったので、まあまあそこら辺はまあ日常 Vlog っていう形で、今日もビデオに残してみましたという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝谷氏でした。ではまた見てください。